皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのどしです。今日はお母さんの算数数学教室、その中でも新中一生の保護者の方へというタイトルでお送りします。今回は中学校の学習面について、小学校と違うところに焦点を当ててお話しします。授業、この形態は黒板を使ってある小学校の形と変わらないんですけれど、小学校よりスピードが速くなります。最初のうちは慣れるまで先生もゆっくりやり始めると思うんですけれど、だんだんスピードが速くなっていきます。2つ目は科目別に先生が変わるということです。小学校では担任の先生が複数の教科を教えていましたが、中学校になると数学はこの先生、英語はこの先生と、ね、理科はこの先生というように、科目ごとに担当の先生が変わります。そして部活があります、ね、部活って勉強面なの、勉強面に影響するのでここで挙げましたけれど、最初上級生との体力差があるので、特に運動部に入った生徒は部活で疲れてしまって、勉強面に影響が出るかもしれません、ね、さらに定期テストがあります。小学校では各単元が終わるとまとめのテストがありました。そのまとめのテストはその単元で学習した内容についてテストすると、同じ種類の計算問題とかね、文章問題になるわけですけれど、中学校はこれが違います。中学校ではね、単元をまたいでテスト範囲が提示されます。具体的にはね、教科書の何ページから何ページの範囲で、テストしますよと、このようになります。ですから一種類の、ね、問題が出るわけじゃないんですね。この辺テスト勉強するときちょっとね気をつけてやってください。で、一番大きなのは内申点がつくということです。内申点というのは生徒の各教科の成績を数値として表したもの、大体5段階評価が多いんですけれど、まあ地域によっては10段階評価のところもありますと、ね、これ授業態度とか提出物、テストの点数などを総合してつけます。例えば5段階評価で9教科オール5だった場合、合計点は合格し15で45点になりますよね。オール1だったら、ね、合計点9点ということになります。じゃあ5段階の真ん中は3ですから、オール3だったら27点ですけれど、オール3というのは実は成績が真ん中ということではないんですよ。真ん中より少し下になってしまいます。具体的な例を挙げると、この報徳学院は静岡県にあるので、静岡県の中学3年生この平均点を見てみると、静岡県 31.8 が平均になっています。つまりオール3より4の科目が3教科か4教科だったらちょうど成績真ん中くらいにいますよということになるんですね。この内申点、実は高校受験に大きく関わっています。まあ都道府県によって扱いが違います。でもほとんどの公立高校受験する場合だったらこの内申点は影響しますね。静岡県の場合は内申点、私立高校受験でも大きく影響しています。ですからね、この内申点は保護者の方、意識した勉強をさせるように、そういう勉強ができるような家庭でね、お子さんと話し合う、そういうことをするといいと思います。それから中1の時から遅れないようにしてほしい科目というのがあります。それは数学と英語です。これ数学と英語はこう知識の積み重ねが必要な科目なんですね。例えば中学1年生の計算ができない子は中学2年生の計算問題を解くことができないんですね。小学校で言えば九九ができない子どもは2桁の掛け算はできないし、割り算はできないと、これと同じなんです。グラフでもそうですね。
比例のグラフが書けない子どもは中学2年生の1次関数のグラフは書けませんと。そういう問題は解けないという。ましてや3年生のグラフの問題は解けないと。積み重ねがあって初めて問題を解けるようになっていく科目。英語も同じです。英語の文法、ね、疑問文や否定文の作り方も同じなので、ぜひこの数学と英語だけは最初から遅れないように勉強してほしい科目です。今回は中学校の学習面について中学1年生、新中学1年生の保護者の方に向けたお話をさせていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。